あ、武田君、ちょっとあれだった、あ、まっちゃん、今日さ、実は松本誕生日なのよ。あ、そうです。あら、おめでとう。はい、あ、ありがとうございます。それでそれで来たんですけど、うん、もうお店みんな出られちゃったから。そうなんだ。からもうで武田君も急いでるし。あ、そうなんですね。で一応各社ケーキ、はい、これ撮っていいけどな。いやでもせっかくだから見るだけ見て、ほら、はい、おいな、ヨンちゃんちゃん反対出ちゃったけど、ヨンちゃんあっちです。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアチャバネー。もうつけて、もうつけとかないとそういうことになるじゃん。もう、はい、武田君も結構行かないといけないから。ハッピーバースデートゥーユー。はい、うわー、ありがとう。48歳の抱負は、ね、抱負言って。もうバリバリブンブン行きます。バリバリブンブン、ね、バリバリで、バリバリ伝説。バイクはバイクね。バイクも極めたいけど、自分の演出家としての、演出家としてはそうですね、うん、バリバリ伝説。伝説作りましょう。伝説作りますわ。ああ、ありがとうね、武田君。すいません、とてもない。ありがとうございました。え、この後なんかないですか。今からパンって、いや、ないですよ。じゃ無理だよ、武田君。今から稽古なんだもん。稽古ですよ。手じゃない。手じゃない。行かなきゃいけないから。あ、そうです。はい、またまた。すいません、武田さん。はい、失礼します。失礼します。どうした。どうしよう。どうしよう。え、いや、そんな別に良かったのに。そんな、いや、10月10日の方がいいかなと思って、うん、まあ、確かに今日10月10日ですもんね。 Today、 今日子供生まれないですか、まだ。あ、もう全然無理。今日無理。今日全然無理。そんなだから生きんでも無理ですかね。無理だな、うん、って。今日生まれたらね。だって僕の姉の娘も一緒ですからね、うんうん、ああ、でも姪っ子か。西野は言ってたもん、今日だけは嫌だっつって。小沢と一緒だから。スピードはもうそれもあるんじゃない。あと銭湯の日だしね。そうだね。あ、銭湯ね。銭湯の日だから。お好み焼きの日って言ってましたよね。うん、十時で、ね、十で。ああ、で、ミレさん、で、ショウさんも、ショウさんもいて、あ、いやいや、今ミーティング中なんで、仕事してるんで。ミーティング。皆さん、ちょっと、ご報告ですけど、はい、なんと、はい、今日、え、はい、松本さんの誕生日です。そうか。マジか。松本さん、48回目の誕生日です。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. はいはいはい。ほらほらほら。はいはいはい。はいはいはい。Happy birthday. Yeah. 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 Yeah.発表前に、はい、なんですよ。なんとっつったら、はい、もう子供産まないんじゃないですか。俺もそう思った。普通にそっちかいって言うたんですよ。いや、でもそうなるでしょ。あ、 そうですか。そっちかいになりますよ、そら。でもがっかりになっちゃうんですよ。いや、でもがっかりというか、まあ本当逆に10日じゃなくてこちら的には良かった。そうですね。かぶってきたらね。それはきつい。なんで危ない。抱負お願いします。はい、お願いします。抱負か、はい、いや、48はね、うん、ちょっとマジでね、うん、期待の年なんですよ。もう期待の年、期待しましょう。もう期待、期待の年です、期待しましょう。適当が過ぎますよ。まあ、50前ですからね、いろいろ考えることもありますね。47がね、47良くなかった。良くなかった。今日何が良くなかったですか、47。もうなんかね、うん、いろいろ、めっちゃいろいろ。あ、そのこと言われてたんですよ。
あの、当たらないしさ、悪いって。47はもう我慢。我慢。携帯、そこ。カイジみたいな。ほんまにいろいろ良くなかったっすよ。47、マジで良くなかったの。で、良くなかった。俺、全然良くなかった。めっちゃ言う。言いましょうか。はい。社員2人辞めたでしょ。それはでも、それはまあまあ、それはまあまあ、まあ、いい子あれ。3人か、47で言うともう3人辞めてますわ。うん、んでまあ、ちょっとまだ言えないこともあるし。いっぱいある。いっぱいある。仕事上で。あるある。なんやろ。いやいや。いっぱいある。あれやろ。あれやろ。あれやろ。いや、めちゃ似合うし、お国の顔。こいつはあれだもん、お前、あの寺でずっと俺の車洗ってたんだから。高野山の射程ですよ。あ、そうですね。だからもう、ちょ今年はね、ほんまちゃんとしたい。そうですね。ちゃんとっていうかね。ちゃんとしよう。ただね、上向くらしいんですよ。うん。下がったもんね。って言ってたの、宮内さん。うんうんうん。だから、今年は、うん、まあ、上がっていくのみ。うん。じゃあ食べましょう。いや。まあ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 、そうっす。どうする、なんか、ポテトかなんか出す、どうする。ちょっといいっすか、はい、急いでるんですか、なんか。で、俺はもう出てから、俺もうケツがあるからさ。ケツないでしょ。あるの、今日もうちょっと帰って、いろいろやんないといけないことあるんだよ。子供ね、生まれるか分かんないから、用意もあるから。いや、そうそう、何でしたっけ。おいしい。私の家の近くの本当おすすめのお店で、チーズケーキが、チーズケーキ、はい、チーズケーキが美味しいお店。へえ、かっちゃんの家の近く、はい、でおすすめなの。おすすめです。へえ、どんな時に食べるのケーキ。ケーキですか、常日頃食べてます。そうやな、甘いの好きやもんな。何をホールで買ったのは初めてですけど。へえ、珍しいもんね。翔さんは食べないの。こういう、これも食べないんだっけ。これは食べないです。今日何食べました。今日ナッツと、今日、食べた。あんま食べないの。サバ缶と思って。だけど、私がなんかどっか行きましょうって言って、あの回転寿司とか行ったら、バカみたいな。こいつにバカみたいな、その日だけ。あサーモンばかり、サーモンだけ。魚の脂はね、いいクマかっていうぐらい。シャケね、シャケばっかり。確かそうだ、一番最初のキャンプの時、回転寿司行きましたもんね。千葉の野田のキャンプ。翔さん、もうキャンプしないの。レーカーペットしないの。キャンプグッズをちょっとずつ売ってますもん、メルカリとか。もう秋だから必要なのは残ってます、全部が使ってた。それはあるじゃん。やめたとか言うなよ。もう秋だよ。ちょっといいですか。俺の話してんの。なんでだよ。だって姉ちゃん久しぶりだと話すね。こんな誕生日席に座らされて。いや、だって何ないじゃないか。全然俺の話してんの。そんな聞いたもんな、抱負。社員もどんどん辞める人って話聞いてもらって、こっちの方が。すいません、ちょっと時間が。どうしたの、直ちゃん。何とかやろ。すいません。全然だよ、盛り上がって。じゃあね、かっちゃん。お疲れ様です。じゃあね。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアチャバネディ。すごいですね。ねえ、お一人で。これ一人で食べるんですか。そうそうだよ。俺らも食べたもん、もう。はい、先行のすごいです。もうさっき俺食べたから昼飯。めっちゃ嬉しいやんこれ。これもお皿でやんないとこれ終わっちゃうよ。もう終了。写真。はい。あ、美味しかったですね。ポテトダメ。こっち食べてこっち食べるって食べ方が分からないもん。出て食べるんですか。いや、もう、倒してもいいです。もうそうです、お好きなようにです。よーい。どういうこと。何分で食べますか。いきますか。何分で食べますか。よーい。何分でスタート。さあ、どういうこと。これだから15分で食べれたらタダです。タダです。金取られる。大丈夫です。
15分で食べたらただで。いけるよ。なんかそうやってやったらダメよ。いけるよ。いやいやいや、もうあの、皿もういけるよ。倒すわ、倒すわ、いけるいけるよ。社員が、社員がいないけど頑張って。お肉なんなって、お前お前社員がいないけど一人でも頑張って。いけるいける。おれ、おい、よかった、やばいやばい、お腹空いてるって言ってたもん。もうめっちゃおれ、あ、よかった。ちなみにこれあの食べなかったらおいくらになるんですか。消費税込みで5280円です。5280円いただくことになります。15分です。1分経過。頑張って。おいしい。何だこれ、うまい。羨ましいな。ここのいや羨ましいですよ、これ独り占めできるのは。チーズケーキいただきます。あの、はい、事務所の近くに、うん、なんちゃらアイナってあるんですよ、ハンバーグ。あー、あるね、あるね、クアイナ。言うとあかんだ、帰れ。あかんの、これだ。テレビ知らんな。知らんの。出てねえもんな。出たことないもんな。そうです。もうさ、うん、あ、そういうことか。ハンバーグうまいの。それでなんちゃらアイナ。うわ、これなんやろ。パイナポー。パイナップ。いや、やっぱり苦手やな。おいしいね。意外と、ね、あ、うーん、違う、あくのタイプ。あー、俺はいらない、ね、俺はね、俺は酢豚にパイナップルいらない。あ、僕も嫌ですよ。でもそれより言わ全然ない、うん、これでもここの食べ物ないですパイナップル。ない、このでかい。一回進めてください。いやいや、いい、いい。だってこれ15分だな。手伝うことになるな。ボーピングですよ。いらない。どうかやぞ。急げよ。お前あと5分で、あと10分。今日10分。まあね、ペースは。今2段目ですかね。ああ。じゃないよ。ほら。死ぬんだよ。まあまあ、残り10分。いやー、これちょっとほんま。ゲームですか。いやいや。その戦わないとね、うん、姿勢はね。やったらもうしょうがない、もうディレクター同士2人で力を合わせてくるしかない。待って、俺が答えとって。それはそうですよ、今日あなたの編集なんだ。え、これ肉何枚ですか。5枚です。5枚。さっき言ったよ。5枚っていうことは、グラムで言ったら600です。あ、そうです。600。1枚120枚。ハンバーグ600g 食べますね。まあ、そう。あ、そうか。まあ、そうだね。なんかいろいろベーコンだ、アボカドだ、パイナップルだ、うん、ちょっとこう、今ちょっとライスぐらいね。パン。まあまあ、そうですね。本当はここにこうポテトがバッと盛る。そう。なるほど。今日は、もういいかね。でも、誕生日ケーキになんかインパクトあるし。ですよね。うん、これ、なんかみんな注文してる。僕、でも、はい、でも、うん、あの GLP-1 の注射をしてるんですよ。あ、それを9に行った。あ、 GLP-1 じゃん。お腹いっぱいになる。あ、これ言ってた。始めてからほんまにラーメン食べられなかった。いっぱい。うん、あのね、まずラーメンがまずいんですよ。うん、美味しくないって。よかった。そんで、本当にラーメンが食べれなくて、んで、吉牛の波食べれないんですよ。本番はない。女子だ。ほんまちょっと残すんですよ、うん、でご飯少なめって、だからどこの店行っても全部ご飯少なめなんですよ。ちょうどいい。ちょうどいい。それ一発だったら1週間ですか。リアルの本当がつかないんですよ。だからぐわーってすくんですけど、すぐ流れてくる。でもよくていいことですよね。あんまり食べなくて。だからもういらんの。じゃあ今は食えよ。7分半はい経過です。 あと残り半分です。あ、全然いける。おまじでいけるじゃない。いや、もう半分ぐらい食べてる。5000円払うか。もう半分、8分経過。ちょうど半分ぐらいですね。今だって今薬飲んでないんでしょ。だから火曜日に売ったから。あ、売ったんすね。インスリンを毎朝売ってたのは実は1ヶ月だけなんですよ。あ、ほんま。食べながらよく喋りますね。
嬉しいよね、松本君、今日ね。なんで、なんで、祝って喋れへんから。そうっすよね。だって、祝ってもらって嬉しいんですよ。実は。ああ。実は嬉しい。去年何してもらってたんや。去年、天ぷらかぶこっちゃった。そうっすよ。行ったっけ。うん。上野さんも行ったっすよ。はい。マッコさん。ヒノキさんと。回してない。やっぱ家族で食べるもんあるもんな。家族では食べないだろうね。カップルとかで、友達外国人が一人で食べるから。外国人一人。息子産んでやりたいわ。呼べるんだらいいわ。だから、そういう数だから、食欲がこう下がってるじゃん。晩ご飯とか食べたら、ライスの代とか3倍ぐらい食うんですよ。アホみたいな。ニトロ白そうなんて言うてたら。いや、あの、持ち流しちゃうとかないんですよ。そんなに息子吐きそうだったら GLP を打ってやれ。そうです、息子にかってご飯いっぱいぐらいになるんですよ。11分経過。なんかもう喋るのはいいけど、持ってスタイルほらうまいちゃんとあれ。いや、そんな体が距離せえよ。ギブやったらもうあとはもうディレクター陣でなんとかする。それはもう社長への社長その前でやるわ。頑張ってください。12分経過、はい、残り3分。ありがとうございます。どうしよう。美味しいから食べれますもんね。うん。注射打ってんのにもかかわらずここまで食べれるわけ。ああ、ジェルピワに勝つね。ありがとうございます。すごいわ。ありがとうございます。パイナップル避けてるやん。せじゃあパイナップルはもう好き嫌いの。あかん。これはもうちゃうな。僕もあの酢豚の、あれなんで酢豚なんですか。なんで酢豚多いな。まあさ、そのさね、まあね、これはまあまあ、それはそれで。13分経過。いける。残り2分。いけるよ。残り2分。いけるよ。追い込めたらいけるよ。いけるいける、最後まで。もう食べようだったらもう本当ディレクター陣で出す。そればっかりだ。ディレクター陣で2人でなんかもうだから、その代わりでもこれ時間内じゃないダメよ、ディレクター陣でも。ああそうか。もうああディレクター陣もね、あと残り、これなんか食欲分かんないよ。1分半、あと残り1分半。どういうことなんこれ。あら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 、これってよ、これ、はい、これほら、まあやばいやばいやばい、もう、はい、駆け込まな。ここのこれ。いやもう駆け込まな。もうこれいける。やばいやばい。もうあと1分。はい。おおいいね。いいすかさいい。あのパイナップルも。パイナップル。パイナップルは。パイナップルは好きやもん。はい。パイナップルじゃない。いすかさんがパイナップル。いすかさんパイナップル。14分。やばい。残り1分。いけるいけるよ。ディレクター陣で食べないともう。そりゃそうですよ。いけるいける。おお。すげえ、めっちゃ食えてる。うめえ。田沢先輩、そうよ、何も食ってねえな、僕は。今日僕は何も食ってないね。俺も何も食ってないね。残り40秒いいよ、残り40。いや、もう一回行った。最後30秒。あ、いける。よっしゃ。違う、何してんの。これダメよ。ここほら、ディレクター陣で何とかしてください。ディレクター陣、残り20秒。早くディレクター陣。そう、残り15秒。いける。はい、ほら、10、9、やばい、こんだけ。8、6、5、4、3、2、1、終了。やったうわ、ギリギリ終了。やりましたね、俺ら。じゃあ、食べたかどうか確認しましょう。はい、それでは、食べたかどうか。すいません、そうしましたら、上山君、料金が消費税込みで5280円。ありがとうございます。お買い上げです。ありがとうございます。ぼったくりやな。いや食べる。そういう話です。思い出したわ、32歳の頃変なキャバクラ連れて行かれて、
誕生日ですねって振るつもり出されて残して帰ったら4万円って言われたのと似てるな。じゃあ4万円でいいですか。いきますか。4万円超えたら似てるな、なんかという、はい、チャバレ松本48回目の誕生日パーティーでした。あー、よかった。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。